はい、はい、こちらです。満足選手のスマブラ人生。まあちょっと最近恒例になりつつありますが、あのまあね、軽くなんて言うんでしょう、人となりを知ってもらうためにもこんな感じで今まで歩んできたよっていうのをね、大体作ってもらって、作ってっていうか、まあ、文章でもらって、そうですね、簡単に、はい、それを表にしたんで、それに沿って満足さんがこんな風に歩んできたっていうのをちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあバン見ていきましょう。まずは2008年、だいぶ遡りますよ。そうで、小学生ですから、うん、X からじゃあちょっとガチリ始めたっていうか、もうそう、あのスマブラ自体最初にやってたのは、うん、デラックスの小学生の頃、うん、もうなんだろう、放課後遊びまくってた友達とっていうところなんですけど、うん、ガチリ始めたのが X、うん、なるほど。自分も大体同じぐらいかな、うん、X でやったことありますよね、多分。あ、多分ある。リュカそうオンラインでそうオンラインでリュカトゥーンかをねやったこともあります。うん、そうそうそう、そう考えると結婚早い。まあ結婚の話はまあ待てで、オンラインですね、 X でオンラインができると。そうですね、フレンドコード覚えてますよこれみんな言えるんで言ってみてもらっていいですか。0516-7116-3348 これみんな言えるんです。これ越字会でもこのくだりやったんだけど、これみんな言える、うん、X、もう覚えます。あれは打たないといけないからそう、うん、これはね、そんな感じですね。5、6年前のことでもみんなスラスラ出てきます、うんうん、脳内にね焼き付けられてる、うん、その数字がね。懐かしいな、コメントレース勝たないとこの大戦は苦労するんですよね。そうなんですよねこの次のね、うん、さあその当時のそのオンライン、今で言ったら、うん、タミスマとかスマメイトで結構オンライン環境が豊富ですけど、うん、当時ってその本当に Wi-Fi 段位線っていう、まあ、ちょっと詳しくはなんか調べてもらいたいんですけど、うん、まあなんだろうな、本当に今の例えばその上位、タミスマ上位のとか、うん、スマメイトでレート2000いってるような人たちが、うん、ガチの位置先でなんか、うん、あのポイント勝ったら1ポイント負けたらマイナス1ポイント、懐かしいっていう感じで、うん、でプラス3になったら昇段ってね、うん、そういうまあなんか催しがあったんですけど、うん、それでなんだろうな、5段っていうのが、まあ、一応今多分スマメイトのレートで換算すると2000ぐらいなのかな。うん、確かに確かに、うん、そのぐらいのところを目指すっていう人が多かった中で、自分もそこを目指してましたね。懐かしい、うん、段位戦。ケプトさんとかもだってコメント見たことある、あの、うん、フレコ圧倒ケプトみたいなそうそうそう、でも自分はイケて2段だったから、そう、5段っていうの結構すごいですよ、ね、うん、まあそう、5段ね、うん、5段になってからは1回も出ないっていう負けちゃうとね、そう、負けちゃうすぐ落ちちゃうんで、そう、うん、そうそう、ちょっとね、どうしてもね、そのスマブラの遍歴が長いから、うん、ちょっと解雇中みたいなので申し訳ないですけど、うん、ちょっとね、コメント欄知らない人がいる時代だもんな、多分第2戦は。そうね、うん、まあ、というところで5段行って、で次がで、まあもう X はこれが達成って感じですね、うん、達成というところで、うん、結構 その時点では結構満足してたかな、うん、満足、うん、いいからそこはいや言ってほしいのかなと、うん、で9月についに出あそうこれちょうど出たと、うんうん、でなんかね、うん、なんか優勝しまくるって書いてあるちょっと、あの、うん、ちょっとなんか相当暴れた、そう、暴れた感じになってるけど、うん、まあそこそこ、うんうん、なんか本当にね、初期本当に調子良くて、うん、そう、あの越字が猿でディディ使って、うん、なんかクーベレンダしてた頃、あの初期バージョンのね、そうそうそう、最強のディディですね。そこからね、結構ね戦ってたりしたんですよ、その大会の決勝とかで、うんうん、この時はトゥーンリンク、そうですね、うん、この時は全然トゥーンリンクで、うん、でその X のね、うん、貯金もあったんで、うんうんうん、最初はちょっとなんか有利というか、うんうん、まあ確かに確かに、うん、スタートダッシュ切りやすい新キャラとかに比べるとね、で、まあ、ひたすらなんかねオンライン大会出てましたね、うん、なるほどなるほど、で EU 出て、これ第11回梅ブラっていうのが、うん、EU 出て初の梅村、ああなるほどなるほど、そうか、 3DS で10回やったってことかな、多分それあの X からつながってるんですよね、そっかそっか、梅村になったのが、うん、そう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 かそうか、で4位入賞は結構、うん、結構上位ですよね、そうなんですよね、当時 の、うん、その確かその時の1位が、うん、ニエトノさんかな、ニエトノさんかレインさんが1位2位で、
3位がシュウさんで、でその次僕ですよ。おそうすごいなんか、ね、みたいな。わかる。自分が上、そうそう。俺もね、多分なんかなんていうんだろう、実力帯としては結構近いところにいると思ってるから、うん、なんかその上位取った時の他の人との名前の並びでね、違和感が、ね、おお、いい順位取ったんだなって実感するっていう。で、そう、その時しかもリザルトでトゥーンリンクっていうね、うん、ああ、そうのよっていうので、うん、なんか最初本当に。いい結果を残せちゃってっていうところで、うん、でそっからはちょっと苦しむ時代が続くと。そうなんですよね。一番最初にそのいい結果を出しちゃったから、うん、それを超えられる結果っていうのがね全然出せなくて、でこれも本当に終始っていう感じで、うん、最後まで Wii U は出せずと、うんうん、まあ大会自体の多分ベスト4を取る難易度もどん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 上がってった。そうなんですよね、うん、選手層も厚くなって連度がねどんどんみんな高くなってっちゃって、うんうん、で、うん、そう SP 出てから4あんな感じだったのにかなりガン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 やってるなっていう最初印象でしたよ。そう、もう SP は、うん、もうなんだろう、本当に命かけようと思って。おもともと別に 4WiiU もそのスマブラが嫌でやめたとかじゃなかったんで、うん、新作が出たら本当に頑張ろうなとは思ってたんですよ、金がね常々というか、うん、それで出たんで、まあ、まずはオンラインで頑張ろうって感じで、うんうん、そうですね、オンライン主体で、まあ、最初本当に1ヶ月ぐらいでね、うん、キャラをトゥーンリンクからリンクに変えたんですよ。そう、そこもちょっと聞きたくて、うん、これは何ですか、トゥーンリンク触ってみてしっくりこなかったとか、うん、リンク触ってみたらめっちゃ強かったとか。でね、後者かな、どちらかというと、うん、なんかねチームとかなんかオンラインで遊んでた、うん、適当に遊んでる時に、うん、なんかリンクをちょっと触ってたら、うん、え強くねみたいな。うん、そう、この空中ニュートラルなんやって。カッチカチのね。今も健在ですけど。でしかも回転切りめっちゃ飛ぶしみたいな。うん、そうで結構ね。あとつかみがあワイヤーじゃなくてね、そう、普通のつかみになったのも結構自分的に好き で、うん、でそこであこれリンク使えるなみたいな感じでしたね、うん、そうね、自分も村人みたいなつかみ使ってるからあれだけど、なんか変なつかみ使ってる後に普通のつかみ使った時の、うん、なんかスマブラ、俺スマブラちゃんとしてる感、そうだってちゃんとガーキャンつかみでつかめるみたいな。そう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 、ワイヤー系はね、ワイあのガーキャンつかみが遅くて大体割り込まれたりするんですよ、うん、そうそう、でそうそう、割と最初もうブイブイ、まあ、タミスマもブイブイって言いたいところではあるんだけど、うん、まあ、タミスマ優勝一応目標でやってたんですけど、うんうん、まあ、届かずと、まあまあでも準優勝、そうですね、でもなんか出ればなんかあのリドさんとか、あそう、なんかリンク、ね、そう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 、リンクがリザルトにいっぱい、そうそう、あの序盤のタミスマの感じを覚えてますよ、うん、あまたトップ8いってるみたいな、リンクやっぱ強いなみたいな。でしかもねこの時に準優勝の時の決勝の相手がケンソニック、うんうん、ああじゃあもう実質優勝ですよ。いやいやね、うん、そんなところで、うん、でまあ一応 VIP マッチも結構頑張ってた。そう、俺なんか 2,30 連勝でヒーヒー言ってんのにそう、なんか連勝中に何回も当たって、あそう当たった、この多分124にはこの静江さんの血も混ざってる、うん、そう、たまに ね結構将軍さんとかでもね当たる、そうそうそう、2杯ぐらい多分混ざってるはず、うん、で、うん、そう、これをあれですよね、配信しつつ、そう、うん、ここには書いてないけど、そうそう、配信も結構精力的にやってて頻度とかもね、うん、高めで、ほぼ毎日やってたね。うん、で、あ、そうかそうか。この頃はまだ仕事やりつつ。そう、だからもう本当に仕事行って帰ってきたら、うん、スマブラみたいな。うん、でまた仕事行って帰ってスマブラみたいな感じでしたね。うん、今を考えると考えられないなっていう。うん、自分ももう、そう、そこはねちょっと近い境遇なんで。うん、2回どころじゃなかった。そう、結構当たってた。うん。そうそう、そうね、負けましたよ何度も。それで退職し、ついにね、うん、オン主体からオフ主体へ。そうですね、うん、まあ、やっぱりその活躍したいっていうのがオンラインももちろん、うん、そういうタミスマとかね、うん、場所はあるんですけど、オフラインのその大会梅村とか、うんうんうん、そこら辺で上に行きたいっていう思いがちょっと強くて、うんうん、
でね、もうほぼ毎週というか、うんうん、大会に平日大会にも出て、うんうん、っていうところで、そうで9月か、うん、R2G のあのかっこいいね、はい、あのなんか参戦ムービーみたいなニューフェイスあれね、なんかね作っていただいて、うん、そうあれなんか良かったな。そうあれそうまだね、あのコメント欄でも、コメント欄というか視聴してる方も見てない方いたらぜひ見てほしいんですけど、 R2G がやっぱ温かくね、そうあの満足さん加入の時に満足さん加入決定のあのムービーみたいなの作ってくれて、うん、みたいな、そう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 、それがかっこいいんですよ。そうですね、うん、で一応自分の固定ツイートにから見れるんでね、よ、うん、ければ あ,、うん、あれ見てほしいですね、うんうん、そうムービー良かったですね、そう見てくれてる人もありがとうございます、うん